96式 15cm カノンは1930年代中期に開発、採用された大日本帝国陸軍のカノン。続称は96式 15cm カノン砲昭和初期、各国重カノンの射程は最大 25km ほどになり、これに対抗できる重砲が日本でも必要と判断された。 96式 15cm カノンは従来配備されていた89式 15cm カノンのさらに後方に配置され、主として遠距離放線を担当するよう構想された方である。前身の研究として45式 15cm カノンを改造し、行革を上げて要塞砲に改修している。ただしこの砲は、 威力が不十分とみなされたため、昭和7年に新規研究が開始された。内容は以下とされた。法と弾薬者の開発決定は、昭和8年4月20日である。昭和9年3月に設計開始、大阪砲兵交渉及び日本成功所により、方針2種類の春かか、中大器などが製造された。また法遊化は、埋設式ではなく、地面に展開して、 中杉を打ち込むものを開発した。施政法の竣工は遅れたものの、昭和11年8月に完成した。昭和12年1月に運行試験、法律淵試験、弾道選試験を実施。3月には6 2トルの運行試験を行い、平均速度実測9 8 5トルで移動した。遥かかは低五座式が選ばれ、五座長は1ルとされた。 昭和13年1月には、海岸での射撃試験を行った。10月、内艦交換方針の機能試験。強装薬での方針命数は300発と見込まれた。昭和15年4月には砲の不行を電動化する回収が実施された。10馬力直流200ボルト電動機を砲が後端に搭載し、1分5秒で射角45度の射撃工程を行った。 手動では1分55秒を要した。この電動補助は、射角20度以内では必要とされなかった。工程照準機に組み込まれた、電動水圧制御機は、日本製功所により製作された。この電動化改修を受けた本は、姿勢96式1 5トルカノンと呼ばれ、高い発射速度が必要な海岸要塞などで、運用するものとされた。製造数について、 大阪陸軍造兵賞第一製造所が昭和17年10月末に作成した火宝完成製造数の報告では31問完成としている96式1 5トルカノンボン法は合計1 4 9 1ト、mm、ルの重カノンで野戦重砲のような機動力はなく砲床上に固定して運用する砲身車、砲芽車 宝床車の3台に分散された96式15センチメートルカノンは、宝列放射総重量が24,314キログラムに達し、95式13トン牽引車などによって、牽引された。平均時速は、約10キロメートルである。宝床の中央部には、脅威し及び、旋回板が設けられている。この上に、2個の車輪を装備した、閉客式の方が、 はるかかが搭載されている。車軸中央から後方へと約7メートル伸ばされた、方側下部で方床の基道と接続し、基道の上を左右へと旋回した。このはるかか体の上には52.7口径、方身長7.86メートルの方が乗せられている。方は、高低小準期によりマイナス7度からプラス45度まで不行する。閉鎖機は、 らしき石イカンであり、方針と閉鎖機の両方に切られた溝を噛み合わせて閉鎖するものである。閉鎖機は右方向へ開かれる。弾薬は分離創薬を用い、砲弾装填後に薬能を装填した。創薬量は1号創薬で1 8 8 0ラムである。電動機及び電動水圧制御機を組み込んだ96式1 5トルカノンでは、 不行が、電動補助される。地面に対して水平に据え放した場合、放床上の方向から、方河までの全長は、約12.7メートルである。方向から方までの長さは7860ミリメートル。地面から、方向中心までの高さは1770ミリメートルで、ある。平脚式方河の上には、滑り止めのついた足場が付けられており、 作業スペースとなっている。工程照準用のハンドルは方右側につけられ、方向照準機とハンドルは方左側につけられている。全周旋回できるよう機場を設置すれば360度に砲撃が可能であった。砲弾弾種は以下の通り。強装薬で発砲すると方向からのブラストは15メートルに及んだ。最大射程は26,200メートル。 方針名数は300発である。方針内管は名数が来た場合には交換可能だった。内管の交換は古くなった内管を方針内部から抜き出し、新しい内管を方針へ装着する。さらに一発砲弾を砲撃し、内部から内管圧力をかける。内管はわずかに方針外刀よりも小さく作ってあり、砲撃時の圧力によって外刀へ。 厚広む装着された。この時内部へ向かって街灯が圧力を残すため、強靭な一体化した方針となる。これは、磁金法と呼ばれ、この技術は、日本陸軍が、フランスのシュナイダー社からパテントを得たものである。分解搭載された、方針本法は長射程を生かした遠距離法専用の、重可能であり、戦線工法で運用、もしくは要塞法として用いられた。 機動性は低く、敵の攻撃に即応して、陣地を転換するなどといった運用法を行う、性質の兵器ではない。この法はまず陣地を作り、法有化をしき、法画と方針を結合し、組み立てなければ、法列縁の完成に至らなかった。法列縁には、約5時間から4時間半が必要だった。以下、必要な作業と時間を記載する。 以上の作業と時間を経て発砲が可能になる。撤去には2時間がかかった。太平洋戦争初戦のフィリピン攻略戦におけるコレヒドール要塞砲撃戦に独立重砲兵、第二中隊に所属する2門が参加した。期間は1942年4月12日から5月7日で、この間にアメリカ陸軍コレヒドール島要塞の単勝指揮書、官邸、 発電所ほか、カバロ島のクレーギル砲台を砲撃した。このクレーギル砲台には157発を砲撃し、た銃砲と共に30センチメートル単流弾砲4門のうち2門を撃破した。さらに1万6000メートル離れたフライレ島には146発を撃ち込み、36センチメートル砲塔カノン4門を破壊した。 1943年10月11日には、宗谷臨時要塞が配置されていた4門で、宗谷海峡を、浮上闘争中の米潜水艦和風を砲撃。この結果、重油が漏れて居場所を知られた和風は、艦艇と航空機の攻撃により激沈された。また、昭和19年夏、本土決戦に備えるため、千島列島のバラムシル島と、 占い森島に計4門が配備。占い森島の戦いでは、カムチャッカ半島、ロパトカ岬のソ連赤軍 130mm かの4門に、対し、403、南大山の吉岡正体の本砲が、大砲兵戦を行っている。このほか終戦時には、要塞砲として、意き要塞に4門が配置されていた。占い森島に朽ち果てた状態の本砲が、残されている。 ありがとうございます。